核兵器の廃絶を求める署名を国連に届けた高校生平和大使が帰国し、報告会を開きました。16道府県から選ばれた第27代高校生平和大使の22人は、18日から23日まで6日間の日程で、スイス・ジュネーブの国連欧州本部を訪れました。去年8月9日からの1年間で、全国から集めた96,428筆の署名の目録を国連軍縮局に提出し、核兵器廃絶への思いを英語で伝えたほか、各国の外交官と核軍縮などについて意見を交わしました。被爆者は、continue to look back on their memories that they do not want to remember, and share them with us in the hope of making peace in the future. Now, it is our turn to make the world aware of the reality of nuclear weapons and the importance of peace.We may not be able to change the world immediately and dramatically, but through our activities, we want to make gradual progress toward a nuclear-free world. 人々を殺していく核兵器が、武器が本当に私たち国民の命を守っていけるのか、それを忘れてはいけない。その問いを続けていかなければならない。核兵器が私たちの安全を守るという声もありますが、私たちはその意見は理解しつつも同意はせずに、私たちの思いを世界に続けて届けていかなければならないと思っております。核抑止論であったり、そういった核を使ったことで平和を守るという意見も多く聞いてきたんですけど、やはりこう核によって作られる平和は絶対にないし、私たちがそれを被爆者の方々の声を通して訴えていく必要があるし、訴えていきたいというふうに強く思いました。高校生平和大使が2001年以降、国連に届けた署名の累計は272万3142筆となりました。